皆さんこんにちは、サルです。先日飛行機旅をした時にこれと同じタイプのライターが手荷物検査で引っかかりまして没収になりました。とっても残念だったんですが、このようにチャッカマンのように使えるというものについてはですね、純粋な喫煙道具ではないというふうに判断された場合にはアウトになるみたいなのでご注意ください。で、飛行機から降りて比較的空港の近くにあったアストロプロダクツで早速ライターを買いました。それがこれです。はい、サバイバルバーナーとなってますね。今までと違う点というのは、サバイバルバーナーの名前通り、まあ生き残るためのバーナーというんですかね、本格派コンパクトバーナーに便利ツールがついてアウトドアに最適ですと。ということで、ちょっと今までと違うカテゴリーかなと思ってます。縦横逆さどんな角度でも安定した炎が出る、ライター専用ガス充填式ですね。炎の温度が1200度ということになります。製品の保証が2年間というとこなんかもね、ちょっと、珍しいなというか、なかなかじゃないですかね。あ、そうそう、ジャンコードはこうなってまして、こちら税別で980円となってました。株式会社コンテックの商品ですね。はい、こんな風にね、いろんな道具がついているということで、ではまずは一回開封してみましょう。はい、こんな感じですね。あ、こういうねキーホルダーがついてますね。はい、あー、なかなかですね、ここの部分がですね金属なんですよ。それがねちょっと重厚感がありますね。この辺りもそうかな、ちょっとこの辺りも金属っぽいですね。ここプラですね。ちょっとねこれ面白いデザインじゃないですか。でこんな風にねステンレスがあって、ここにどうもマルチツールが収納されてます。出してみますね。ああ、なるほど。ちょっと細めのね、先日紹介したビクトリノックスのエスコート並みのね、細さ。あ、爪には引っかかります。一応ね、刃がついている形になります。なるほど。そして、ロックはないですが、カチンとはまって、奥に、はい、これ爪やすりと栓抜きですね、とマイナスドライバーというかね、そうですね、まあプルタブ開けというかそんなのがありますね。はは、なかなかじゃないですかね。そしてこちら側なんでしょう。あ、ハサミつい、あ、ハサミね、思ったよりしっかりしてます。ローソンストア100のハサミよりもしっかりしてますね。まあ、税別980円ということでね、値段も違うんですけど、一応刃もついてるっぽいですね。はい、じゃあちょっと切ってみますね。あ、あ、これね、切れますね。ちょっと意外です。意外なぐらい、特にこう、切るぞっていうね、意識して、2枚の刃が擦れるような方向に力を入れなくても自然に切れます。これね、優秀ですね。ちょっとびっくりです。この手のハサミはですね、形だけで切れないことが多いんですけど、これはそんなことないですね。ローソンストア100のハサミはね、本当に形だけみたいなところがあるんですけど、これしっかり切れます。まあ小さいんですけどね、とっても優秀です。で、全体的に金属がたくさん使われているので、ちょっと重量感があってね、そういうのが好きな人はね、とても好きだと思います。重さ後でね、測って載せておきます。じゃあね、早速火をつけてみますよ。どうでしょう。あ、ここが持ち上がるんですね。こういう感じです。いきます。消えました。もう一回。あれ、入ってる？一瞬ついて消えちゃったので、説明書を見たところ、テスト用としてガスを充填しておりますが、ガス残量を保証するものではありませんので、ご使用時には必ず充填してお使いくださいと。
ガスの注入方法についてはこちらに書いてます。バーナーのガス注入口にボンベのノズルを垂直に差し込み強く押します。この時ボンベのノズルとバーナーのガス注入口を正確に合わせてくださいねと。ちょっと困ったのは、残量の窓がないんですね。このね、お尻にガスを注入する部分が見えておりますので、ここからね、私がいつも使ってるダイソーのライター用のガスボンベですね。やってみます。だいたいですね、これは 2、3回やると入ることが普通なんですよね。合わせてですね、火力調整はこちらのダイヤルをプラスに回すと炎が大きくなると書いてます。回しすぎないようにご注意ください。残念ながらですね、今回のものについてはガスの量を調整してもですね、一向につきません。はい、ということでこれはおそらく不良品ではないかと思うので、店舗の方で相談してみようと思います。幸いですね、今日購入した時にこういった販売証明書みたいなものもいただきまして、修理の場合は保証書をつけて下記住所までガスを抜いてお送りくださいということで、まあ大阪府大阪市生野区っていうんですかね、でこちらにまあ郵送してもいいということみたいですね。ただこちらのね、販売証明書の方には、修理の際にはメーカー保証書と一緒にお買い上げ店にご持参くださいとも書いてるのでね、まあ、郵送しなくてもね、買ったお店が近い場合にはこれを持っていけばいいんだと思います。店舗に持っていくとあっさり交換してくれましたので、こちらで確認してみようと思います。ちょっとドキドキします。いきます。あー、完璧ですね。やっぱりたまたまだったんですね。ちょっと暗いところで撮ってみます。いいですね。非常に安定してます。なお注意点として、連続20秒以上は燃焼させないでくださいということです。それからこちらの説明書には書いてないんですけど、インターネットでこのサバイバルバーナーで検索するとですね、通販で売ってるところがいくつかございまして、まあ費用もだいたい1000円ちょっとぐらいだったんで、まあアストロプロダクツがない場合にはそちらで買ってもいいかもしれませんが、注意事項としてガス注入してすぐはつかないことがありますので、その場合はしばらく待ってから点灯してくださいということも書いておりましたので、ガス注入直後はつきにくいかもしれません。サイズ比較のために以前キャンドゥで買ったものを出してみますと、こんな感じです。もう全然大きさが違うのでお分かりいただけますよね。こっちはね、でっかいんですよね。まあその分安定感があってね、濃いっていうこともあるんですけど、とってもコンパクトでね、ポケットに入れても邪魔にならないっていうメリットはあると思います。あとバーナーとしてはね、こういうポケトーチ外のものですけど、比べてみますとね、少しポケトーチの方が炎が大きい感じでしたね。あとおそらくガストーチといえばこちらがスタンダードで使っている方も多いと思いますので、最近ですね、また買い戻したものですから、ちょっとこちらともね、念のため炎の様子は比較しておこうかなというふうに思います。ということで、ご覧になってもらって分かる通り、こちらの外の製品の方が炎のね、大きさは少し大きいように見えました。こちらの調整ネジを使ってガスの量を増やしたり減らしたりできるそうなんですけど、今最大にしてみまして、先ほどの様子なので、これ以上は炎を大きくすることはできないんだと思います。ただこれだけコンパクトであることを考えれば、それでも十分かなという気がします。ちなみにセリアのね、ライターと比べてみてもこれぐらいですので、大きさはね、本当にポケットに入れても邪魔にならない、そんなサイズ感になります。この中央のあたりで 7.5 センチ、
一番高いところから一番下までで 8.5 センチぐらいの長さがありますので、キャンドゥのだったら中央で11センチほどありますので、本当にねこちらは小さいね、コンパクトに持ち運びができるサバイバルバーナーということになります。以前まで火をつける道具とライターを一緒に使いたい時っていうのがあって、私の場合こういうセリアのハサミケースですね、こういうカラビナがついてて便利なんですけど、このハサミケースにですね、岩谷のライターマッチ、これを突っ込んでおいて、ダイソーやセリアで売ってるこのポケットナイフ、カバーがねあると入らないので外しちゃってるんですけど、これを一緒に入れることによって両方を使えるようにっていう風に今まではしてたんですけど、まあこちらがあるおかげでね、今後はナイフについてもここから取り出せば使えるということになるのもね、とってもいいんではないかなと。まあこれ一つで全てが足りるようになりますので、参考にしていただければいいなと思います。アストロプロダクツでなくても販売しておりましたので、インターネットの通販でサバイバルバーナーというのを調べるといくつか出てきます。私が見つけたものの中で送料込みで1100円ちょっとぐらいのものがありましたので、まあそれぐらいでね探せば買えるんではないかと思います。この動画がいいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。